はい、皆さんこんにちは、おチャンネルです。今日はですね、パート5、1日5問の第66弾となります。今僕はカナダのシャーブルックというところにいます。ちょっとね、モントリオールから離れました。なぜかというと、モントリオールとここは2時間半離れてるんですけど、両方の大学で、教える機会をいただいて、今両方で教えてるんですね。で、どちらか選ばなきゃいけないっていう、この住む場所を。で、もう4年目なので、あ、5年目か。5年目なので、もう過去ずっとモントリオールにいたので、今回は、新しい暮らしを、生活を体験しようと思って、シャーブルックっていう田舎町に来ました。でそこの大学で、教えてるわけなんですけど、ここ全部フランス語なんですね、町が。すべてフランス語で、人口もね、僕のいるちっちゃい町は5000人ぐらいしかいないんですね。日本人もちろん一人だし、これはチャンスだなと思って、フランス語を磨くチャンスだし、あとは自分をちょっとこう誰にも頼れない状況に置くのが面白そうなので、ここに来ました。で引っ越しはもう全部学生たちが車出してくれて、ベッドとかも作ってくれて全部やってもらったので、すごい助かりました。ということで新たな生活が始まっています。今度は時間があれば僕が勤めてる大学の、図書館とかすごい綺麗なんで、お見せしたいと思います。ということで第66弾です。ポイント1に変わりませんので読んでおいてください。ポイントの3ですね。品詞の知識だけでも勝機あり。今回126から130って一番難しい5問なんですね。まあ、120番からも難しいですけど、特に最後の5問って難しいんですね。何が難しいって、文法も語彙も難しいんですね。だからなかなか手がつけられないんですけど、で僕はこの動画は600点以上目指す人にお伝えしてる気持ちでやってます。なのでそのレベルに合わせて、話させていただいてるんですけれども、ポイント3の品詞の知識、まあ、名詞だとか形容詞だとか副詞だとか、この知識だけでも十分この5問のうち3問は取れる可能性があるということを覚えてください。もちろんその4問5問取るためには文法とか語彙が必要なんですけど、この品詞だけでもなんとかできる問題があるということをちょっとお伝えしておきます。では今映ってる126番からいきましょう。30秒でどうぞ。では126番いきましょう。 AquaPure is a producer of water filters, whereas the company plans on merging with なんとか heating appliances。 まず注目したいのは文の形ね。 AquaPure はプロデューサー、まあ、生産者とか製造業者ですよって言ってますね。文章終わってます。その後に whereas って言いますね。一方でっていう意味で whereas の後に SV が挟みます。つまり whereas の前後に SV があります。 SV whereas SV という形ですね。じゃあ後ろの SV、 なんとかの一方でって意味になるんですけど、 The company、 その会社、 It plans on merging with。 Merge with っていうのは合併するって意味です。どこどこと合併するか merge with。 でこの It 何かって言ったら、この It が AquaPure っていう会社です。 AquaPure っていう会社が合併することを計画している会社はってことですね。会社わかります？この The company っていうのは AquaPure が合併をしようとしている会社ってことです。ちょっと長い主語なんですね。The company it plans on merging with が主語です。主語の後は動詞ですね。だから下線部に動詞が入るってことなんですけど、どれが動詞ですかね ?A と C と D。これが動詞なんです。A、製造する。まあ C も製造する。D は製造させられるんで、D は外しましょう。A か C です。で、答えがこの、友達がフランス語聞いてるな。あ、ルームとちなみに3人います。なんかずっとみんなフランス語だからね。ちょっとね、俺も頑張って聞こうとしてるんだけど、前、なんだっけ。あ、そう。A か C に絞られます。で、主語が The Company っていうふうに単数なんで、S つけましょう。答えが A です。Manufacturers。ということで書いてきました。Water filter、洗浄機、merge with、なんとかと合併する。Heating appliance、暖房器具、manufacture、製造するです。全体的にもう一回言うと、この AquaPure っていう会社は洗浄機の製造会社ですよってことですね。プロデューサーなんでね。製造してますよと。で、一方で、The Company、これはAquaPureじゃないです。違うカンパニーですね。どんなカンパニーなのって言ったら、Which it plans。なんで、AquaPureが合併をしようと計画している
その会社はってことですね。その会社は。その会社は何なのって言ったら、今言ったように製造してますよと。manufacturers。何をって言ったら、heating appliances。暖房器具をということです。これね、実はこの5問の中で一番難しいです。つまり、30問やってくる中で、やってきた中で、一番難しい問題だと僕は思ってます。なぜかというと、このウィッチがもともと省略されてるし、あとこのイットも分かりにくいんです、すごく。イコールアクアピュアって。だから、難しい。しかも、where's で繋いでるってことなんで、なかなかこれ難しいです。できた人いますかね？いますね、きっとね。いますね。いると信じて、できた人はこのコメント欄に、できたって書いてみてください。ちゃんとこの読み取って、文構成をしっかり把握してできたら、もう、素晴らしいですね。本当に900点レベルかなと思います。ということで、最初から難しかったですね。では、1、2、7行きましょう。30秒でどうぞ。では1、7いきましょう。The growing なんとか of tablet computers is a result of their portability and the diverse functions they are capable of. これ、The growing なんとかだけでもいけそうですね。Growing っていうのは形容詞です。だんだんと成長している、高まっているとかでもいいですね。高まっている何って言ったら名詞なんです。ただ、今回名詞が2つあるんですね。わかりますか？ 2 つ。B の popularity っていうのと D の population。つまり、答えが B です。人気です。だんだんと高まっている人気。何のって言ったら、タブレットコンピューターね。は、何とかの結果です。A result of 何とか。まあ、おかげでもいいでしょう。何とかのおかげですよ。何のおかげ？何の結果？って言ったら、portability っていうのは持ち運びやすさですね。そして、diverse functions。diverse っていうのは多様なって意味です。つまり、多様な機能のおかげですよということです。で一応、この function の後に、which があって、they are capable of。この they っていうのはイコール、タブレットコンピューターです。つまりタブレットコンピューターが可能にしているその持ち運びやすさと多様な機能ってことですね。ということでこうなりました。文法で BD に絞ってから文脈で B です。人気という意味のポピュラリティ。Growing っていうのはさっき言いましたが高まるって意味です。高まっているとか成長しているっていう形容詞です。そして Portability。Portable っていうのは持ち運びできるって意味なんでそこから Portability で持ち運びやすさという意味があります。Diverse Function。多様な機能。be capable of っていうのは何とか可能なって意味があります。例えば iPhone is capable of downloading any music shortly とか instantly。まあ、すぐに、まあ、その場で iPhone を使えば音楽がダウンロードできますよということですね。こんな感じで使ったりしますので、ぜひ覚えててください。なんて言ったっけ僕。iPhone is capable of downloading any music shortly とか、まあ、instantly です。では128枚いきましょう。30秒でどうぞ。では1、2、8行きましょう。Advertisements have been placed in several local newspapers to fill a 何とか in the shipping department. これは newspapers で終わってますね、一応ね。宣伝が載せられましたよ。どこにって言ったらいくつかの地元紙にということですね。で、to 以下は目的です。何のためにこの advertisement、宣伝とか広告ね、が載ったのかっていうと、これが文脈ですね。全部 a プラス名詞なんで ABCD 全て名詞ですね。シッピングディパートメントっていうのは配送部です。配送部の何とかを埋めるため。fill in っていうのは何とかを埋めるって意味です。例えば fill in the blanks とかっていうと空欄を埋めるって意味ですね。何を埋めるかって言ったら配送部の欠員です。なんで答えが B です。vacancy っていうのは空いているとか欠員って意味があります。欠員を埋めるために広告が出されましたよっていうのが一番いいんで答えが B の vacancy です。書いていきましょう。ということで、advertisement、広告宣伝、place。place っていうのは場所ですが、載せるって意味があります。情報とかを雑誌とかに載せるときに place って言ったりします。fill in、埋める、shipping department、配送部、vacancy、欠員とか空きですね。
transition 移行、まあ、トランスっていうのは前言いましたが移るって意味がありますね。トランスフォームって変形するって意味だし、トランスポートも港から港へ輸送するって意味だし、このトランスは移るとかって意味があります。なんで移行です。 defect 欠陥ということでした。結構難しい語彙が多いですね。やっぱね、あと2問頑張ってください。では1、2、9いきましょう。どうぞ。では1、2、9いきましょう。なんとか at Harrison Finance must certify that all figures submitted to the government authorities are in complete accordance with the new laws。 下線が最初から来てますね。ただその後に must certify って言ってるんで、このざっと以下を証明しなきゃいけませんって言ってるんで、主語は人が来ますね。証明するのは人なんで。そうなると答えが C か D なんですね。 C か D。 Accountant 会計士、アカウンタンス会計士。単数か複数かの違いです。で、答えはアカウンタンス。でのの複数形です。なぜかというと、もし C だったら、アンとかつきますね。もしくはザとかつきますね。でもないですね。C にはアとかザが。だから答えがでのアカウンタンス。このハリソンファイナンスという会社の会計士は証明しなきゃいけませんよ。何をって言ったら、あとはざっと以下ですね。で、見ていくと、すべての数字、all figures。figure っていうのは数字です。これ読み続けていくと、submitted to government authorities are。ここに R がありますね、R が。つまりこれが本当の動詞です。すべての数字は are in complete accordance with the new laws。完全に accordance with、従うとか一致するって意味です。従ってなければいけません。何にって言ったら新しい法律にということですね。じゃあ、この R の前の submitted って何かって言ったら、動詞なんですけど、これ一応形容詞化されてます。つまり、government authorities、政府機関に提出されたすべての数字は完全に新しい法律に従ってなければいけませんよということです。これも難しかったな、結構。一応文法では ACD に絞るんですね。ACD。3つに絞ります。全部名詞だからね。で、その後に A はアウトです。なぜかというと、A は会計士って意味じゃないからね。あの取引先とか口座って意味がありますね。なんで A アウトです。で、この後 C か D なんだけど、一応 CD で、一応文法でもアウトできますね。この C は。A がないからとか、もしくは座がないからっていうふうにできます。なんで答えが D ということでした。ただもう一個文法ということだけに着目すると、一応アカウントっていうのも、A のアカウントっていうのも、A がないし、座がないしダメなんですね。で、C のアカウントとさっき言ったように、アンとか座がないからダメなんですね。だからそういう意味では D で選べる。ってことですね。だからポイントで言ったように品詞だけでいけるっていうのはここですね。この1、2、9って非常に難しい問題なんですけど、一応品詞で解けるということです。書いておきましょう。難しかったな。ということで certify 証明する、 figure 数字、まあ、数値でもいいですよね。 authority 当局機関、まあ権力って意味もあるんですけど、この場合は政府機関とか政府当局がいいでしょう。 accountant 会計士、 in accordance with 何とかと一致してとか何とかに従ってということでした。難しいね。非常に難しいね、これ、今回ね。多分この問題集って、この思考の400って、今僕がトイックをオンラインで教えてる方が800点以上目指している方がいるんですね。で、その方々のためにこれをやってます。で、すごくいい機会だと思ったので、ここでも紹介しています。なんで600点目指す方は、いつもの問題集よりかは若干難しいと思います。なんで、そこまで焦らずでいいです。では、ラストいきましょう。130番、30秒でどうぞ。では130番いきましょう。Rally Motors has been considering redesigning its more 何とか vehicles to ensure their ongoing success。 これは more 何とかなんで形容詞ですね。 more beautiful とかね、なんですけど ABCD 全て形容詞なんで、これは文脈です。完璧に文脈の問題。じゃあこの Rally Motor っていうのは
ずっとコンシーラー考えてますよ、検討してますよ。何をって言ったら、リデザインなんで再設計すること。何をって言ったら、よりなんとかな車両をって言ってますね。ビーコーっていうのは車両とか車って意味があります。じゃあこの後、何のためにかって言ったら、to ensure、確実にするために。何をって言ったら、これからの持続的な ongoing、成功を確実にするためにってことなんで、これ、お金にならなきゃいけないんですよ。利益を生まないといけないです。そうなると答えが B の lucrative。lucrative っていうのは利益の出るとか儲かるって意味があります。なんで、利益の出る車両を再設計しますよということですね。で、引っかかりやすいのが reasonable。reasonable っていうのは合理的なって意味があります。ただそれ以外にもコストとかプライスとかがあれば手頃なって意味があります。手頃なコスト、手頃なプライスって意味で使われますが、今回なかったんで A はダメです。で、C の diligent っていうのは勤勉なでおかしいですね。D の sufficient って十分なっていうのもちょっとおかしいんで、この後ろの文脈ね、あくまで持続的なサクセス、成功につながるためには他になるということですね。なんで lucrative、利益が出るとか、儲かるって意味があります。ということで書いてきました。redesign、再設計する。まあ、re はね、再びの re ですね。reasonable、合理的な。手頃なって意味もあるんですけど、その場合はコストとかプライスが一緒に来ますよということですね。lucrative、利益の出る。diligent、勤勉な。sufficient、十分な。ongoing、持続的なということでした。今回は難しい。この5問は非常に難しいです。今までやった5問の中でも多分一番難しい語彙、そして文法も難しかったと思います。なんで600点目指す人、3問取れてれば相当いいなと思います。振り返りましょう。130番が文脈で B、120番が文法で D。このね、in accordance with とか authority っていうのはなかなか出てこない単語ですけど、ぜひこの機会に覚えてみてください。128が文脈で B。これもね、難しいですね。place 乗せるとか結構出ないですもんね。なかなかね。ただ、この transition の trans 今回覚えててください。移すって意味があります。127が文法で BD で文脈で B ということでした。この辺り難しいな。まあ、個人的にはこういうふうに文法を使って、例文を作るということをお勧めします。僕はすごく、昔から自分の周りに起こっていることを使って、自分の経験とかで例文を作ってました、ひたすら。で、それをネイティブにチェックしてもらってましたね。126が文法で A ということでした。まあ、今回は品詞の知識だけでいけるよということなんですけど、一応この5問中2問はいけるんです。2.5 問ぐらいか。一応文法と文脈ってあったんで、5分の 2.5 ぐらいいけるんで、その後まあ運が良ければ3取れるし、5分の3で今回満足だと思います。なんで、ちょっと何問できたかとか、あと126ね、一応難しかった126できた人はコメント欄に書いてみてください。ではまた次回お会いしましょう。オガチャンネルでした。失礼します。オガチャンネルでは英語の勉強法と旅の動画を配信しています。登録者数1000人を目指して頑張っています。ぜひコメントとチャンネル登録をお願いします。